負けられない選挙と位置づけて、まあ、当選したので本当に良かったと思っています。ちょっと10時ちょっきりになったら始めましょうか。社民党は沖縄2区の新垣邦男さんが小選挙区で当選をしました。8時にすぐ当確が出て社民党としてはとても嬉しく思っております。前回小選挙区で当選をしておりますので、まあ、2期目小選挙区で勝てたっていうのは本当にご本人の本当に頑張りと皆さんのおかげです。心から感謝をいたします。で、沖縄は社民党が非常に力を入れてきた選挙区です。私も第一声とそれから最終日の前日に入り大椿副党首も入りました。ですから今回は党がとても力を入れて負けられない選挙と位置づけて戦いました。ですから負けられない選挙と位置づけて、まあ、当選したので本当に良かったと思っています。だから社民党としては、まあ、自民党に対する批判票が、まあ、立憲、まあ、国民に行き、まあ、社民党にあまり来てないというかね、まだ結果は分かりませんが、これを克服するべく、まあ、インターネットの対策やいろんな点でもっと社民党の課題もっともっと見える化して、いろんな、まあ、生活に密着したテーマも含め頑張っていきたいということを考えています。社民党は公約の実現、まさに頑固に平和、暮らしが一番、税金は暮らしにというところに向けてですね、頑張ってやっていきたいと思っております。また自民党